王貞治は言った。僕の役目はホームランを打つことだ。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか先に人を言ってくれたからすごいイメージがついたよあ、本当に、ね、かっこいいよね。僕の役目はホームランを打つことって、シンプルだけどさ、ね、自分の役割を全うしたわけだからね、すごいよね。ね、人生でそんなにねホームラン打つことってうちらもないじゃん。まあ小賀太郎はほら結構さ、人生的なホームランは多いじゃん。いやいや、いつも内野ゴロだって。いやいや、ゴロじゃないでしょ、一応ヒットは出てるよ。俺はほら三振とかが多いからさ。その何なん、自虐的な。いや自虐的じゃない、あの人生をこう振り返ってみるとやっぱり三振だなって。ファールとかでもないんだよ、俺はもう。あのそもそも球当てられてないっていう人生だからねダメだこれまあそういうことで、今日は近代史というフィールドで長丸がどんな一本足打法を見せてくれるのか楽しみです。はい、今日の一本足打法はサイパン島の戦いをやりたいと思います。おお、一本一本なんちった、ごめん集中してなかったいやいやいや、なんだよそれサイパン島、サイパン島の戦い、おお、興味がありますね。じゃあまあ早速内容の方入っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、サイパン島の戦いは、まあ、第二次世界大戦、まあ、太平洋戦争下の日本とアメリカの戦いで、はいはい、1944年の6月15日に開戦になって、7月の9日に一応組織的な戦闘としては終わったというところで、約1ヶ月ぐらいの戦いだったんだけれども、うんうん、まあこれは日本におけるすごい重大な戦いだったっていうところで、ちょっと今回は取り上げさせてもらったっていうところで、はい、でちょっと時系列的な部分というか、簡単にざっくりと太平洋戦争のところを経緯としてまとめたいんだけれども、うん、まず太平洋戦争の始めって真珠湾攻撃じゃん。はいはい。その真珠湾攻撃、日本の奇襲によってこう始まるわけよ。でアメリカにこう宣戦布告して、うん、で初めはアメリカっていうのは戦争になるかもしれないけど、まあなっても日本なんか楽勝でしょっていうところもあったから、あんまり準備してなかったの、ちゃんと、うん、だから、まあ、真珠湾で叩かれて結構艦隊もロストしたし、なかなかこう日本に対する反撃態勢っていうのが整ってなかったから、うん、この太平洋戦争の序盤戦っていうのはとにかく日本軍のもう勝利続きだったわけよ。はい。なんで日本はどん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 こう南方に戦線っていうのを拡大してたんだよね。うん。ほら、水木しげるの回でさ、ラバウルとかって出てきたじゃん、地名で。うん。まあ、もう本当にそっちの方まで、要はそのニューギニアとかさ、もうそっちの方までさ、日本軍っていうのは進軍してたんだよね。はい。ただ、ミッドウェー海戦で負けてから、ちょっとずつこう戦況が変化していくのよ。うん。ガダルカナル島はさ、取られて、で、そこを基地にされて、そこからこう、ソロモン諸島とかニューギニアで、戦い自体は結構いいところまでは行ったんだけど、結果的にもう負けるのよ。うん。で、そこで負けたことで、もう拡大し続けてた、その南方戦線を維持することがすごい難しいところにまで来ちゃったのね。うん。そこで、まあ、陸軍と海軍で意見は違ったんだけれども、一応日本っていう国としては、戦線を下げることを決めるのよ。うん、戦線を交代させることによって、要はその分散してた人員もそうだし、兵器もそうだし、もうそういう食料とかそういったものも全部含めて集めることができるじゃん、分散してたのを、はい、それで戦線の交代を決めたわけよ、うん、でこの戦線の交代を決めるときにあたって一個指標というか、絶対国防圏っていうのを決めたんだよね。うんうん。この絶対国防圏って何なのかっていうと、簡単に言うと、当時の日本を守る上でもうここは絶対落とせないよねっていうラインを定めたのよ。うん。ラインっていうのは地理的なラインね。はい。ここのラインを超えられたらやばいぞみたいな。うん。だからここは絶対守らなきゃいけないっていうエリアをこう決めたわけよ。うん。で、この絶対国防圏の、まあ、決めた一応理由の一つとして、当時の飛行機の技術とか燃料の、まあ、燃費とかそういった部分の問題で、アメリカのさ B-29 が日本本土に爆撃できるギリギリのラインっていうのをこう測ったのよ、うんうん、で実はそれがサイパン島なわけね。はい。そう、サイパン島を取られると本土爆撃を可能にされちゃうのよ。うん。
うん、そう。だからサイパン島に飛行機を作られて、そこから B-29 が飛び立って、日本本土にを空爆しますと。で、B-29 っていうのは高度高いからさ、日本の地上からの攻撃っていうのはもう届かないわけよ。うんうん、だから、無傷でリスクが少なく日本本土を直接攻撃されるっていう、結構ピンチな事態になっちゃうわけね。はい。そう。だからこのサイパン島っていうのはとにかく絶対国防圏の島ということで守らなくちゃいけないっていう、そういう状態。うん。で、戦線を交代させたことによって、まあ、サイパンに限らないんだけれども、その絶対国防圏のラインのところっていうのは結構今まで散らばってたさ、装備とかそういったもの、人員もそうだし、を集めることができて、一旦はこう、万全の体制を整えることはできたんだよ。うん。ただね、このサイパン島の守備にあたっては、まあ、ここもちょっとなかなか日本軍のさ、ちょっとダメなところっていうのも出てきちゃうんだけど、うん。基本的にさ、日米のさ、太平洋戦争っていうのはさ、日本軍の情報ダダ漏れっていうのがさ、常にあったのよ。ああ、はい。そう、これ、大体どの戦いでもこの問題は出てくるんだけど、要は暗号を解読されちゃってて、アメリカに。うん。で、暗号で通信するわけよ。でも、暗号自体解読されちゃってるから、通信は傍受するのは難しくないから、要は情報抜き取られちゃうんだよね。うん。そう、っていうのはもうこの太平洋戦争においてずっと起こってたことなんだけれども。はい。で、今回のこのサイパン島守備にあたっての作戦っていうのが実はもう露呈しちゃったんだよ。ある事件で。うん。そのある事件っていうのが、まあ、サイパンじゃなくてパラオなんだけど、うん。パラオにこうアメリカが攻撃しに行った時に、パラオのちょっと防備は難しいって日本軍は判断して撤退すんのよ。うん。で、撤退する時にそのサイパンの作戦を書いた書類を持ったまま撤退するわけよ。うん。飛行機でね。はい。で、当時日本領だったフィリピンにこう逃げるんだけど、うん。日本軍の守備がしっかり固まってたのがミンダナオ島なんだけど。ミンダナ、うん、そう、ミンダナオ島。ミンダナオ島に行きたかったんだけれども、まあ、天候が悪かったりとか、そんな状況で、セブ島に不時着することになっちゃうんだよね。その飛行機が。はい。で、セブ島はね、反日ゲリラが超多いとこだったのよ。うん。で、あえなく反日ゲリラに捕まっちゃって、書類取られちゃうっていう、その作戦が書かれた。うん、うん。で、フィリピンっていうのはもともとアメリカ領なわけよ。はい、それがさ、太平洋戦争になって日本がこう進駐してきて日本領になってるんだけど、うん、だからフィリピンからしたらさ、別にアメリカだろうが日本だろうが侵略者じゃんっていう感じするじゃん、うん、なんだけど実はフィリピンっていうのはね、反日親米なんだよ。ああ、そうなんだ。そう、これはなんでかっていうと、もともとアメリカはフィリピンに対して植民地的な支配をしてなかったのよ。へえ。どっちかっていうと、もうほぼほぼ独立国的な地位まで与えて、しかももうそろそろ独立させますよぐらいな、ちょっとこう流れがあったのよ。うん。そう。そんな中に日本がこう入ってきたわけよ。ああ、そうなんだ。そう。だからどっちかっていうと、ちょっとこう、日本が本当に侵略してきたっていうイメージの方が、もうフィリピンの人からしたら強いわけよ。へえ。それで、だからさ、ゲリラからしたらさ、まあ反日ゲリラだからさ、単純に敵は味方っていう考えもあるんだろうけど、単純に日本とアメリカを小天秤にかけた時さ、ああ、もうこんなアメリカでしょみたいな感じで、もうすぐ書類渡しちゃうわけよ。ああ、はいはい。そう、それで、もう情報ダダ漏れだったわけ。うん。で、その作戦っていうのが、サイパンにこうさ、攻めてくるじゃん、アメリカ軍が。うん。攻めてくるのはもちろん船なわけよ。で、攻めてくる時に、日本は水際で防ごうとしたわけよ。上陸させる前に、もう潰そうと。はい。で、そのために、ただ日本のさ、抗戦能力っていうのはもう船の数とかじゃもう負けてたわけよ。うん。艦隊だけじゃちょっと勝てそうもないなっていうところで、島を利用することを考えてたのね。うん。サイパンの周りって結構こうちっちゃい島がバーってあるんだけど、はい。そういった島に飛行場とか作って、そこから、まあ、要は島を要塞化して、島と一緒に戦うみたいな。だから島が船みたいになるわけよ。イメージ的に。うん、そうするとさ、船の数じゃ勝てなくてもさ、周りの島とかがさ、砲撃とかさ、まあ、飛行機飛び立たせたりとかさ、そういうことができるようになればさ、抗戦能力持てるわけじゃん。うん、っていう作戦だったのよ。はい。で、これ、作戦が漏れちゃったことによって、あ、じゃあ、周りの島から制圧していけばいいんでしょっつって、格好撃破されてっちゃって、どん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 。うん。あえなくこの作戦は失敗しちゃうっていうね。ああ、はい。で、結局のところ、無傷の約7万人の米兵っていうのがサイパンにこう上陸していくわけよ。うん。で、水際の抵抗は頑張ったんだけど、やっぱりどうしてもさ、物量とか数にはさ、勝てないからさ、まあ上陸はパッてさせられちゃうわけ。うん。で、当初アメリカっていうのは、このサイパンの、まあサイパン島に上陸してからの戦いっていうのはもう3日で終わらせるつもりだったのよ。うん。
3日あれば十分でしょと。で、これはもちろん武器や兵力の違いもあるし、で、兵力差で言ったら日本軍は3万人いたの。で、アメリカ軍7万じゃん。うん。倍以上なわけよ。はい。で、もちろん兵器とかの差もあるし、当時、これが一番致命的なんだけど、制海権はもうアメリカにあったのよ。うん。まあ、それはなんでかっていうと、その前のさ、作戦のところで言ったけど、各国撃破されちゃってたじゃん、島は。うん。つまりもう、日本の船がそこを運航できるような状況じゃなかったわけね。うん、うん。だから制海権は取られてたから、もう補給できないのよ、サイパンの兵士たちっていうのは、日本の。孤立しちゃったわけ。うん。だからサイパンの物資だけで戦わなくてはいけない。そんな状況。はい。で、だからもう3日あれば十分でしょという感じで、アメリカ軍は、まあ舐めてたわけじゃないんだけど、もう3日で終わらすぞぐらいな感じでやるんだけど、うん、ここで日本軍っていうのはものすごい抵抗を見せるわけよ。はいはい。どうしてもさ、やっぱ物量とかで勝てないじゃん。だから、基本的に日本軍っていうのは作戦でどうにかしようとしたんだけど、その作戦っていうのが夜襲ね。夜中にこう襲うっていう。うん、うん。これを基本的な戦術としたわけ。はい。夜にこっそり忍び寄って、銃剣突撃っていう、このなんかもう日本軍っぽい戦い方を行うことにしたんで、もちろんこれ銃剣突撃する理由もちゃんとあって、なんつうの？まずさ、鉄砲撃ったら音出るじゃん。うん。だから遠くから撃ってバレちゃったら結局意味ないわけよ。うん。で、近づいて刺し殺すっていうのは多分一番音が出ないんだよね。うん。っていうところもあるし、もう一つはもう単純にもう弾がない。ああ、はいはい。だから接近して銃剣突撃っていう、もうある意味日本軍伝統みたいな戦い方で、原始的だよね、言ってしまえば。だってさ、当時はさ、そんな機関銃とか当たり前のさ世界なわけじゃん。うんうん。でも銃剣突撃だからね。確かにね。で、ただこれは初めのうちはものすごい効果あったのよ。うん。でもアメリカ軍はね、すぐね、こういう作戦に対してはね、必ず対策を取ってくるのね。うん。で、取った対策が、アメリカのこう船っていうのはさ、もうサイパン島をこう囲ってるような感じなわけよ。うん。だから、船から照明弾を撃つことにしたの。うん、うん。で、照明弾を撃つことで、夜でも照らされちゃうわけ。はいはい。だから、日本兵がこっそり忍び寄ってきてるっていうのがバレちゃうわけね。うん。あ、日本兵いたら、ってなったらもう、機関銃で一掃みたいな。うん、うん。そういう感じになって、だんだん効果がなくなってきちゃったわけ。ああ、はい。そうそう。で、こうなると、またやっぱ日本軍っていうのをこう考えて、もう自爆攻撃に今度はなってくるのよ、だんだん。うん。で、これは結構有名な話かもしれないけど、爆弾をこう体に巻いて突撃していくの。ええ。で、基本的には戦車とかにこう突撃していくんだよね。で、戦車1個壊すみたいな。自爆して。そうそうそう。ええ。そういう戦い方で、なんか、まあ、いっぱい日本兵とかアメリカ兵が死んでるわけじゃん。うんうん、で死んでるところにこう戦車とかがガーって来るんだけど、実はその中の死体の一人が日本兵のカムフラージュで生きてて、で急に起き上がってこう戦車と一緒に自爆とか。ああ、はいはい。そういう、なんだろう、もうこういう感じの、もう本当に、ええー、みたいなさ、戦い方をして、とにかくアメリカ軍にこうダメージを与えるっていうことをこうやっていくことになるんだよね。はいはい。で、これでさ、結構有名な話があってさ、日本兵っていうのはさ、こう突撃してくるときに、天皇陛下万歳って言って突っ込むのよ。うん。で、ただ、日本語じゃん、天皇陛下万歳って。うん。だからさ、アメリカ軍からすると聞き取れてないわけよ。うんうん。天皇陛下っていうのがわかんないっぽくて。で、万歳はなんかわかるらしいのよ。はいはい。だから、通称万歳アタックって呼ばれるんだよね、これ。ああ、そうなんだ。あ、なんだ、第二次世界大戦の日本絡みの映画とか見るとさ、日本兵が銃剣突撃とかするときってさ、天皇陛下万歳ってこう多分叫びながら突っ込んでると思うんだけど、アメリカ軍からするとそれはもう万歳しか聞こえてないから万歳アタックって言ってたらしいね。で、ま、こんな感じでサイパン島っていうのはとにかくさ、日本軍の超激しい抵抗が続くわけ。うんうん。そう、だから3日で終わるはずの戦いが1ヶ月近く続いたわけよ。はいはい。まあ、最終的には日本軍ほぼ全滅でアメリカが勝つわけね。ああ、そうなんだ。そう、これすごいんだよ。戦死率が90何パーだっけな、95、6%ぐらいあるのよ。うわー、すごいよね。そうそう、ほぼ死んじゃってるの、みんな戦死。うん。で、残り生き残った人っていうのはなんで生き残ったかっていうと、あれなんだよね、要はさ、戦ってる中で怪我したりとかで気絶して不本意ながら捕虜になっちゃうんだよね、そのまんま。うん。っていう人がほとんどなわけ。だからもうほぼほぼみんな死ぬまで戦ったわけ。はいはい。っていうところで、やっぱりこうアメリカ軍からこう日本軍に対するそういう、なんだろう、評価じゃないけどさ、もう日本っていうのはもうすげえやべえ国だみたいな、こう感じになってくわけね。うん。
で、サイパン島の戦い自体の話はちょっとここまでなんだけれども、ちょっとここで、まず民間人の部分の話をしたくって。はい。で、サイパン島にはさ、民間人も多くいたのよ、日本の。うん。で、これはね、なんでかっていうと、サイパンって実は太平洋戦争が始まってから侵略したところじゃないんだよね。ああ、そうなんだ。そう、もともと第一次世界大戦のドイツ領だったところだから、ドイツが負けるじゃん、第一次世界大戦で。うん。そこから日本領になってんのよ。ああ、はいはい。だからさ、ベルサイユ条約が1919年だから、まあ、1920年として、そこぐらいからだいたい20年ぐらい統治してたのよ、日本っていうのは。うんうん。だからさ、まあ、20年いればさ、民間人もこう入植してくるし、現地の人もさ、20年も日本人になるわけだからさ、なんだろ、日本風になってくるじゃん。うん。で、日本っていうのはとにかくそういう植民地っていうもののさ、後進国だったから植民地っていうものに対してはさ、すごくこう思い入れというかさ、熱量があってさ、うん。教育もそうだし、インフラもそうだしさ、校長頑張ってこう、なんだろう、いい国作っていこうみたいな感じのところがあってさ、まあ、とにかく民間人っていうのは結構多くいたんだよ、サイパンには。うんうん。で、この民間人っていうのが、やっぱりみんな、この戦死した兵士と一緒で、とにかく最後まで捕虜になるくらいだったらもう自分から死ぬみたいな感じだったんだよね。あ、そうなんだ。そうそう。で、これ地名にもなってるんだけど、バンザイクリフって聞いたことない？バンザイクリフ、ああ、ちょっとわかんない。そう。これサイパンのさ、一番北側のところに崖があるんだけど、うん。これは民間人がさ、どん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 こう、南から北に追いやられてって、最後、そこから飛び降りて、天皇陛下万歳って言いながら飛び降りて死んだっていう崖なんだよね。ああ、はいはい。そうそう。で、アメリカ軍がだからさ、もうみんな天皇陛下万歳って言って飛び降りていく様をこう見て、バンザイクリフって名付けてるんだけど、そこを。うん。これで民間人ってね、もちろんバンザイクリフで死んだだけじゃないけど、1万人ぐらいさ、捕虜になるくらいならっていうことで死んでるんだよね。ああ、そうなんだ。そう。だから民間人も、なんだろう、組織的に抵抗してたみたいな、そんな感じだよね、イメージとしては。ああ、はいはい。で、そう、ここで、なんで日本ってここまで捕虜になるのを嫌ってんのかなっていうところの部分に行きたいんだけど。うん。なんでじゃあこんな抵抗するのかっていうと、まず一つが、捕虜禁止命令っていうのが出てたのよ。ああ、はいはい。でね、ただね、捕虜禁止命令っていうもの自体はそんなに珍しいものじゃなくて。うん。これはね、どこの国もね、大体兵隊には出すね。ああ、そうなんだ。捕虜になっちゃダメだよって。なんでかっていうと、これは単純な話でさ、捕虜になったら情報漏れちゃうじゃん。うんうん。国際法的にね、捕虜っていうのは、ある程度こう、身分が守られるというか、うんうん、捕虜になったら、例えば拷問したりとかさ、もちろん殺したりとかっていうのはしちゃいけないんだよ。うんうん。そう。だから、すごいもうさ、激戦でさ、もうこれこのまま戦ってたら死んじゃうな、嫌だな、死にたくないなってなったらさ、みんなじゃあ捕虜になっちゃえってなるとさ、なんか、それこそ戦線が崩壊するじゃん。うんうん。だから、普通は捕虜禁止命令っていうのは出るの当たり前なのよ。ああ、はいはい。そう。いえいえ、捕虜は絶対ダメだぞっていうのは当たり前なんだけど、とは言ってもやっぱ捕虜になるんだよ。どうしたって、他の国は。うん。でも日本はなぜかこれが、なかなか捕虜にならないんだよね。うんうん。これはやっぱりさ、その日本のさ、伝統的な教育的な部分の側面っていうのがすごく強くって。うん。日清戦争の時に、清に捕まった日本の捕虜が拷問を受けて殺されたっていうようなことが結構あったのよ。うんうん。で、それがさ、こう、なんだ、すごく印象深く国民の中に残ってるというか、大々的に報道されたりしたから、うん。なんか捕虜になるとこういう扱いを受けるんだっていうようななんかこう印象はずっとついてたらしいのね、とりあえず。ああ、はいはい。捕虜になったらなんか、こう、命が助かるっていう保証はないぞ、みたいな。うん。むしろ逆に拷問とか受けて殺されるぞって。はいはい。まあ、実際そんなことは多分ないんだけど、ないけど、ただやっぱそういうイメージがついちゃってたわけね。うんうん。だからさ、まずそういうところで、もう捕虜はならないぞっていうところから、捕虜になるのは恥だみたいなところがこう出てくるのね。で、これは実際さ、その戦争で捕虜になった兵士の家族とかがこう村八分にされるみたいなことも結構あったらしいのよ、当時。うん。そう。だからさ、こうやっぱ組織的に捕虜を嫌ってたっていうところがやっぱり強くって。うん。それで、一民間人であっても捕虜にはなりたくないみたいなところはあったらしい。うん、うん。で、やっぱりあともう一つはさ、武士道的な精神論っていうのがやっぱりこう根付いてて。うん。この言葉有名だから知ってると思うけど、武士道というは死ぬことと見つけたりっていう言葉あるじゃん。ああ、はいはい。これ言葉の通りにとるとさ、死ねみたいな言葉になるじゃん。武士道ということは、言うのは死ぬことと見つけたりだからさ。うんうん。でも実際これちゃんと意味があってさ、この言葉の後にこうさ、実際こう文章が続いてて、要約すると、まあ、死ぬ気でやれば大体のことはできるぜ、みたいな感じなんだよね。うんうん。だから、
まあそういう、本当はそういう意味があるんだけど、ただやっぱりさ、解釈されちゃってて、その言葉だけが一人歩きしちゃって。うん。で、言葉だけが一人歩きしちゃうと、どうしてもさ、もう、武士は潔く死ねみたいな感じの意味になっちゃうわけよ。うんうん。だからそういう、こう、精神論的な部分で、やっぱり武士道の精神っていうのはずっとあったわけじゃん。その第二次世界大戦下でも。うん。が、やっぱりこの捕虜になるぐらいだったら死ぬぜっていうさ、考え方になっちゃうんだよね。ああ、はいはい。まあそんな感じで、ちょっとこのね、なんで日本軍のこう組織的抵抗がずっと続いてきたかっていうところまでちょっと話したんだけど。うん。で、最後にちょっと、このサイパンが取られたことによって、日本っていうのはもう危機的状況に陥るんだよね、とにかく。うん。これはそもそもサイパン島をなんで守ってたかっていうのはさ、冒頭に述べた通りさ、絶対国防圏だったからじゃん。うん。サイパン島を取られたことによって、アメリカっていうのは3ヶ月ぐらいかけて、飛行場を建設するわけね。うん。で、完成したら、もう早速 B-29 飛ばして、日本本土の爆撃が始まるわけよ。はいはい。あ、ちなみになんだけど、日本本土の爆撃っていうのはここから始まったわけじゃないんだよ。うん。単発的にはあったのね。ただ、アメリカ側にもすごいリスキーな攻撃の仕方だったのよ。うん。なんでかっていうと、帰り道を考えない爆撃をしてたわけね。ああ、そうなんだ。真珠湾攻撃の割とすぐ後に、ちょっと報復攻撃しに行ってるんだけど、アメリカ軍って。うん。その時は、日本をこう攻撃して、その後、中国に抜けていくのよね。うん。で、当時、中国っていうのはさ、日本とさ、こう、中国が戦ってたわけじゃん。うん。日中戦争で。だからさ、降りる場所間違えると結局日本じゃん、それって。そういう、ちょっと危険な、感じの爆撃をしに行ってたわけね。うんうん。これは、もちろんさ、燃料の問題で、燃料の問題というかさ、だから結局近づけないからさ、日本のこう制海権がある以上は、うん、日本本土にはだからそのギリギリを守ろうっていうのが絶対国防圏だったわけだけど、それがモルクも崩されたことによってもう飛行機を飛ばし放題になったわけね、うん、でこれが原因で当時の内閣、東条英機内閣っていうのは解散することになると、はい、でここからがもう本当に、まあ、知っての通りどんどん日本っていうのはさ、もう追い詰められてって最後は終戦になるっていう流れになるんだよね。うん、そう。で、そんなところで、やっぱりこう、やっぱり日本の負けを決定づけた戦いの一つとも、やっぱ言えるのが、このサイパン島の戦いって言われてて。うん。まあ、そんな感じで今日はちょっとこのサイパン島の戦いを取り上げてみましたという感じです。はい。いかがでしたでしょうか？そうだね。なんか、サイパン島って、すごい激戦っていうやっぱイメージがあって。うん。だけど、まあ実際にその、中身とか、まあ、どんな具合だったのかっていうのって、そこまで教科書でも多分そんな深くまで知ることないと思うから、うん、なんか今回聞けて、あ、そうなんだと思うことがいっぱいあったね。おお、よかった。うん、やっぱなんといってもその生存率とか言ってたじゃん、なんか90何パーセントほぼなくなっちゃったっていうね、うん、まあなんかやっぱそれを思うと、やっぱそこにいた、まあ日本人もそうだけど、まあアメリカもそうだけど、うん、そこにさ、一人のさ、人がどういう思いでさ、いたのかなって、やっぱそこを考えちゃうね。そうだよね。うん。なんか、なんだろうね。これはさ、その戦争を美化するために言うことじゃないけど、当時のやっぱりこう日本の兵士一人一人っていうのはさ、もう絶対日本っていう国を守りたいっていう気持ちがすごい強かったと思うんだよ。ああ、うん。まあ要は愛国心って言えばいいのかな、うん、でさ、もちろん捕虜を嫌うって話もちょっとしたけどさ、それはもちろん大前提にあったかもしれないけれども、それよりもっとあったのはきっとその愛国心の部分なんだよね。あ、はいはい。結局さ、その自分のこう家族とかがさ、日本の本土にいて、でサイパン島っていうのが絶対国防圏の島であって、うん、でそこを突破されると自分の家族とかがいるその本土を攻撃されることになるかもしれないっていうところがあってさ、絶対そこは守らなきゃいけないっていうのはさ、みんななんとなくこう分かってて、まあ日本を守るため、自分の家族を守るためっていう形でこう戦ってさ、で自分の命と引き換えにでもアメリカ軍を削ることができるんだったらっていうような多分考えにまでなるんだろうね。なるほど。いやー、なんかね、そうだね。でも一方でさ、この前やった水木しげるみたいにさ、やっぱそうでない人もいるとは思うんだよね。うん。そうではないっていうか、まあ、水木しげるもそんなあれだけどさ。うん。わからないけどもさ、そこまでは。要はなんか、この日本の中でさ、生きて旅衆の恥ずかしめを受けずっていうなんかあるじゃん。ああ。死して在家の汚名を残すことなかれっていう、なんか、
やっぱそういうところって特に日本人って強いよねっていうか、そのね、だってアメリカと比べても相当な違いでしょ、おそらく。うん、これはアメリカっていうかもう、その、なんだろう。世界。他の、そう、世界で見ても、やっぱり珍しいんだよね。そうだよね。戦死率がやっぱさ、その 90% 超えてくるとかって、やっぱ凄まじいわけよ。うんうん。だってさ、大体これ戦争のある程度の常識なところなんだけど、大体のさ、半分ぐらいが、こう、壊滅すると、もう戦闘継続は不可能って言われてるぐらいなんだよ。うん、うん。それって別に生きてようが死んでようがの話だからさ、じゃなくて 90% が死んじゃうんだよ。うん、うん。すごい話だよね。要はもう、とにかく戦えるうちは絶対戦おうっていうさ、気がないと絶対無理なんだよね、そんなの。うん、うん。だからもう半分やられた時点でさ、戦争の継続能力っていうのはかなりもうないわけなんだよ。うん。その時点でもう負けは結構確定的だから、普通だったら降伏しちゃうじゃん、そこで。うん。勝てないんだから。でも、勝てなくても削るために戦うっていうさ。うん、うん。その考えだよね。いや、ほんとそうだよね。だって自分がそれできるかって言ったらさ、いや、俺なんか最終的に自分の命惜しくなりそうだなっていう気はするし。うん、うん。まあ、ということでですね、また、あの、戦争の話で、まあ、いろんなね、意見を持ってる人っていうのはあると思うんですけれども、今回のテーマがサイパン島の戦いでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。